こんにちは、千葉です。今回はパワークエリで作成するクエリのステップを節約する、つまりステップの数を減らすためのテクニックを5つ紹介します。 まず一つ目は、クエリで Excel のシートからデータを取得したときに、シートの1行目を列の名前、つまりヘッダー行として認識する方法です。こちらは今、とある Excel Book のシートからデータを取得したクエリを作成したところです。ソースのステップで Excel Book を指定して、ナビゲーションのステップでシートを指定しています。もし Excel のシートではなくて、 テーブルからデータを取得している場合には、ナビゲーションのステップの時点で最初から列の名前がカラム1、2、3ではなくて、この商品コード、商品名、売上という列の名前、つまりヘッダー行が正しく認識された状態になるんですが、このようにシートからデータを取得している場合には、この1行目がヘッダー行かどうかというのは、 わかりませんので、まずこのような状態でテーブルが作られます。この状態からもし1行目の値を列の名前、ヘッダー行にしたいのであれば、変換タブの1行目をヘッダーとして使用のボタンを押すことで、昇格されたヘッダー数というステップが追加されて、1行目にあった商品コード、商品名、売上というテキストが各列のヘッダー名になるんですけれども、まあ、当たり前なんですがそのためには、 このステップを追加する必要があるんですね。ですが、実は、シートの1行目がヘッダー名に当たるのであれば、このステップは必要なくなるんですね。どういうことかというと、このソースのステップで Excel Book を選択して、すべてのシートとテーブルの一覧がテーブルとして表示されるような状態になっているんですが、このデータのテーブル、 これがそれぞれシート上のデータを表しています。シートから取得したデータのテーブルを見ると、先ほど見たようにカラム123という列の名前になっていて、ヘッダー名は1行目に存在しているんですけれども、このソースのステップの Excel ワークブックの関数の第1、第2引数、この部分が通常はヌルになっているんですね。ここをヌルではなくて、手動でトゥルー、 に書き換えます。これは大文字だとダメです。半角小文字で true と入力して、この適用ボタンを押すと、このデータの列のテーブル、こちらが先ほどヘッダー行がカラム123だったんですが、商品コード、商品名、売り上げが最初からヘッダー名になってますね。あらかじめこうしておくと、ナビゲーションのステップの時点で、 最初から商品コード、商品名、売り上げという1行目のテキストがヘッダー業になりますので1行目をヘッダーとして使用のボタンを押すことで追加していたヘッダー業を繰り上げるためのステップが1ついらなくなりますね。これが1つ目のテクニックです。ただしこのテクニックはシートの1行目にこのヘッダー名が存在するときに使えるテクニックです。もしシート上にあるデータがこのように1行目に表のタイトルであったり あるいは出力の日付が変えてあったりというように1行目にヘッダー行が来ていないような場合には先ほどの方法は使えません。その場合にはまずはホームタブの行の削除、上位の行の削除、で上位の2行分を削除します。OK を押して、それによって1行目にヘッダー行が来ますので、この状態で変換タブの1行目をヘッダーとして使用のボタンを押します。 こうすることでヘッダー名が正しく認識されますね。というようにこちらのテクニックは Excel のシート上の1行目にヘッダー行がある場合にのみ使うことができるテクニックですのでもし1行目以外の場所にヘッダー行がある場合には通常通り1行目をヘッダーとして使用の機能を使うことでヘッダーを繰り上げて列の名前を正しく認識させてください。 二つ目は、数式バーで列の名前を変更するテクニックです。今、これら三つのステップによって、このようなテーブルをクエリによって作っているんですが、単価の列と販売数量の列を掛け算することで、売上の列をこれから追加します。では、単価の列とコントロールを押しながら販売数量の列。この二列を選択した状態で、列の追加のタブの標準の掛け算なので、乗算を選択します。 すると、乗算という名前で列が追加されて、この列の数値は、先ほど選択した単価の列の値と販売数量の列の値を掛け算した値が全ての行で計算されています。ただ、追加される列の名前は乗算になってしまっているので、列の名前をダブルクリックして、編集モードにしてから、 売り上げと入力して Enter を押すと列の名前を売り上げに変更することができます。ただこの場合は列の名前を変更しましたというステップがこのように追加されるんですね。ですが列の名前についてはステップを追加しなくても変更することが可能です。ではこちらのステップは×で削除します。どうするかというとこの挿入された乗算というステップ こちらのステップでこの乗算の列が追加されているんですけれども、このステップの数式バーを見てみると、まあ、細かいところは省きます。見るべきはここですね。この乗算っていうテキストがテーブルアットカラムの関数の第二引数で指定されているんですけども、ここでこのテーブルに追加する列の名前を決めているんですね。ここが乗算になっているために追加される列の名前が最初は乗算になるので、つまりここの数式バーで 乗算じゃなくて最初から売り上げという列の名前に変更してしまえば最初から追加される列の名前は乗算じゃなくて売り上げになるんですね。この状態で適用ボタンを押すとこのように挿入された乗算というステップの時点で列の名前が売り上げになってますのでこれであればステップを一つ追加して列の名前を変更する必要がないです。 このようにパワークエリの機能で新たな列を追加する機能っていうのは色々あるんですけれども設定ウィンドウで追加する列の名前を自分で決めれない機能もいっぱいあるんですね今回のように標準の乗算の機能を使うと自分で列の名前決めれないんですね最初から乗算という名前で列が追加されてしまうので後から列の名前変更する必要があるんですけれどもそういった場合であっても追加されたステップの数式バーで必ず列の名前をして する部分がありますのでそこを手で書き換えることでわざわざ列の名前を変更するためのステップを追加する必要がなくなります3つ目はまとめられるステップはまとめるっていうテクニックですね今この3つのステップによってこのようなテーブルが クエリで作成されているんですけれども、これからこのテーブルを加工するためのステップを追加します。どういうふうに加工したいかっていうと、点の列で東京本店以外の行を抽出したいっていうフィルターをまず一つ追加します。そして、日付の列。この列を元にして、月の列を追加したい。で、三つ目は、売上の列に数値が0の行がこのようにいくつかありますので、 この0の行はフィルターで省きたい。っていうこの3つの加工を行いたいんですけれども、では、視点の列の東京本店をまずフィルターで省きます。視点の列のフィルターボタンを押して、東京本店のチェックを外して OK を押します。それから日付の列を選択して、次の列を追加しますので、列の追加のタブの日付の月,月を選択します。 これで月の列が追加されました。そして売上の列で0の行を省きますので、フィルターのボタンを押して、0のチェックを外して OK を押します。これで先ほど言った3つの加工を行うことができたんですが、ステップを見ると、東京本店を省くためのフィルターのステップ、で、月の列を追加するためのステップ、で、0売上を省くためのフィルターのステップ、 っていう風に、ステップが3つ追加されているんですね。ここで見るべきは、フィルターがこのように2つステップが追加されているところですね。こういった場合には、フィルターするっていうデータの加工に関しては、連続して行うと、このステップ2つ追加する必要がなくなります。では、ステップ一旦削除して、じゃあ先ほどと同じく、まずは視点の列で東京本店を省きます。フィルターのボタンを押して、 東京本店のチェックを外して OK を押して、そして同じくフィルターの操作を先にやっちゃうんですね。売上の列で0のチェックを外して OK を押します。そうするとフィルターの行は1行だけなんですね。チャートは日付の列を選択して、日付の月、月,で月の列を追加とで。挿入された月のステップも追加されています。先ほどはフィルターのステップが2つあったんですけれども、今回はフィルターのステップが1つなんですね。なぜなら、 この一つのステップで東京支店省くとゼロ売り上げを省くっていうフィルターが両方とも数式上記述されてますから、ステップはこの一つで済むんですね。そうでなくて、途中に別の操作のステップを挟んでしまうと、フィルター、月を挿入、フィルターっていうふうに、ステップがその度ごとに増えてしまいます。なので、同じような操作であれば、特別な理由がない限りは、 連続して行うことによって、ステップが一つにまとまってくれたりします。まとまらない場合もあるんですけども、まとまってくれることも多いです。まあ、そうすることによって、ステップの数を削減することができます。クエリの処理の都合上、このステップは必ずここのタイミングで入れなきゃいけないとか、このステップを最初に入れることによって、加工の対象となるデータの量が減って、クエリ全体の処理速度が速まりますとか、そういう場合には、 ステップの数が増えてしまっても、ステップを分けた方が良かったりもしますので、このテクニックはあくまでステップの数を削減するっていうためだけに使うことができる技ですね。四つ目は、 列を削除するついでに列の順番を変更するっていうテクニックです。今この2つのステップによってこのようなテーブルがクエリによって作成されています。こちらのテーブルですが、シートからデータを取得しているんですけれども、右の方にこのようにデータが何にもない列が存在していて、 これらも全部今のところ取得しちゃってるんですね。ただこれらの列はクエリによって取得する必要ありませんので列を削除します。というわけでカラム7を選択してからシフトを押しながら一番右のカラム10を選択するとカラム7から10まで一気にバッと選択できますねで。この状態でデリートキーを押します。これで右にあった不要な列は消えました。 まあさらにこちらのテーブルですが、この視点コードと商品コードというコード情報に応じて、右の方に視点名と商品名という列があるんですね。でこれ、視点コードと視点名、商品コードと商品名ってくっついててくれた方がテーブル見やすいので、まあ、できればそういう列の並びになってほしいんですね。なので列の並びを変更します。視点名の列を選択して、視点コードの右にドラッグして、列を移動します。 同様に商品名の列もトラックして商品コードの右に移動します。これでテーブルの列の並びを好きな順番に変更することができました。ではここでステップを見てみます。この削除された列っていうステップで右側にあったカラム7から10までいらない列を削除しました。その後でこの並べ替えられた列というステップで列の順番を並び替えました。っていうこの2ステップを追加したんですけども 実はこれは2つステップいらないんですね。ステップを一旦削除して、ではどうするかなんですけれども、先ほどは削除したい列、つまりカラム7からカラム10までを選択して、列を削除したんですけれども、削除したい列を選択して削除するんではなくて、残したい列だけを選択して、ここからここまでですね。この状態でホームタブの列の削除の他の列の削除を押します。 これによって選択した列だけを残してそれ以外の列を全部削除するっていうことができるんですがこうやって列を削除するときにちょっと気をつける点があるんですね。ではまたステップ削除してどうするかなんですけれども残したい列だけを全部選択するっていうのは同じなんですけれどもこの残ってて欲しい列を全部選択するときになってて欲しい列の順番で列を選択していくんですね。つまり まずは一番左に日付の列。次に視点コードの列。で、次に視点名の列ですね。視点名の列。で、次に商品コードの列。次に商品名の列。で、最後に売上の列。で、あとはもういらないので選択はしなくていいと。こんな感じで残したい列を選択するんですけども、残った後になっててほしい列の順番に列をどんどん選択していくんですね。選択するときにはコントロールを押しながら選択していけば、 一列一列選択することができます。この状態で列の削除の他の列の削除を押すと、やっぱり一番右にあったカラム7から10までいらない列は削除できたんですけども、と同時に列の並びも日付け、視点コード、視点名、商品コード、商品名、で最後に売り上げという風に列の並びも同時に変わってるんですね。そうすると先ほど列を削除するステップと列の順番を変更する ステップっていう2つのステップを費やしてたんですが、この削除された他の列っていう1つのステップだけで済むようになりますね。では最後5つ目。勝手に追加されるデータ型変更のステップを削除するっていうテクニックというかやり方ですね。これについてはクエリのオプション設定が関わってきます。 パワークエリエディターのファイルタブのオプションと設定のクエリのオプションを選択して、でグローバルの中のデータの読み込みで型の検出っていうところを列の型とヘッダーを検出する、この一つ目か二つ目を選ぶと検出するになるんですけども、このどちらか選んでいると、 ヘッダーを認識するステップだとか、列ごとのデータの型を設定するためのステップっていうのが自動で追加されるんですね。では、この一つ目のオプションを選択した状態で OK を押します。で、この状態で、今、この三つのステップによって、このようなテーブルがクエリによって作られています。この名字と下の名前が全角スペースによって分けられている指名っていう列が一列だけあるテーブルなんですけれども、この指名を この全角スペースを挟んで、正の列と名の列っていうふうに2列に分けたいんですね。というわけで、指名の列を選択して変換タブの列の分割の区切り記号による分割を選択します。そして今回の区切り記号は全角スペースなので、まあ、最初から選ばれてるんですけども、カスタムを選んで、 で、下の入力欄に全角スペースを入力します。そして OK を押すと、指名 .1.2 という名前で列が分割されて、左側が正で右側が名っていう風に分割はできるんですけども、 追加されたステップを見ると、2つ追加されてるんですね。この区切り記号による列の分割っていうステップで列自体は分割されてるんですけども、次に変更された型1っていうステップが自動で追加されて、この列はテキストのデータ型、この列はテキストのデータ型っていう風に、 列ごとのデータ型を変更するためのステップが自動でこのように追加されています。これは先ほどクエリのオプション設定でデータ型を検出するにしたからですね。ただ、このステップ必要かっていうと全く必要ないんですね。なぜなら区切り記号による列の分割っていうこのステップの時点でこの2列は ABC のマーク、まあ、つまりテキストのデータ型がもう選択されているんですね。なので、 このステップはテキストのデータ型の列をテキストのデータ型に変更するっていう全然意味ないことをやってるんですよ。このようにパワークエエディターのいくつかの機能では、その機能を使ったと同時に列のデータ型を変更するためのステップが勝手に入ったりするんですね。ただこの勝手に入ったステップは、まあ、もしそのステップが必要であれば残しておけばいいんですけども、ただ今回のようにそのステップに全く意味がないことも多いです。 なので、クエリのオプションの設定によって自動的に追加されるデータ型変更のステップは不要であれば、×で消してやった方がステップの数を削減できますね。データ型を変更するためのステップは、するべき時に一回まとめてやってやればいいので、必要がなければそのステップはもう消しちゃってください。そうでないと、断るごとに変更された方っていうステップがどん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 追加されて、無駄にステップが増えてしまいますから。 はい。では今回はパワークエリでクエリを作成するときにステップを削減することができるテクニックについて紹介しました。エクセルド型の集会所の方で投稿しているパワークエリ解説動画とかの方だと、まあ、こういった機能はまあわざわざこうやって強調して説明するというよりかは解説の中で自然にそういった操作をしてたりするので、そちらのメンバーの方はあまり意識しなくても、まあ、こういった ことはやってると思うんですけども、まあ、あまりパワークエリに慣れてないような方ですと、自動で追加されたステップ消したらまずいんじゃないかとか、追加されたステップの数式を勝手に書き換えたらなんかおかしくなるんじゃないかっていうことで、全然いじらないような人も多いんですけれども、今回のように追加するステップの順番を変えたりだとか、追加されたステップをあえて消したりとか、ステップの数式を自分でちょっと変えたりとか、まあ、ほんのちょっとしたコツで、 クエリのステップ、ダラーっといっぱいあったものを、まあ、かなりきれいに整理することができます。これまで作ったクエリでステップがやたら多いなとか、同じようなステップがいっぱいあって、ちょっと気持ち悪いなっていうような方は、ぜ、ま、ひ、あ、今回のテクニックを使ってクエリを見直してみてください。はい。では今回の動画は終了です。こちらの動画が役に立った、ためになったという方は、ぜひチャンネル登録。 チャンネル登録、横のベルマーク、高評価、コメントお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。